三章行用ボタン構わぬ市川團十は、歌舞伎役者の名跡。屋号は、成田屋。縄門は三章。河右門は、行用ボタン。役者門用は、カマリーヌ。玄禄より昭和まで十一代を数える。市川團十郎家は、歌舞伎の市川流の家元であり、歌舞伎の市川一門の宗家でもある。その長い歴史と数々の辞席から、市川團十郎は、 歌舞伎役者の名跡の中でも、最も権威のあるのとみなされている。團十郎と関わりの深い名跡に、市川海老蔵がある。前期の市川團十郎には、團十郎海老蔵と襲名する例が目立ち、後期には、これが逆転して、海老蔵團十郎と襲名する例が目立つようになる。先代の十二代目團十郎が最初に襲名したのが、市川慎之助。 その子で当代のエビゾが最初に襲名したのも、市川新之助だったため、市川宗家では、新之助エビゾ団十郎と襲名するのが、通例だと誤解されがちだが、実際にかつて、新之助を名乗った者が後に、団十郎を襲名したのは、この十二代目の他には七代目と八代目があるのみで、ある。その圧倒的な存在感の一方、団十郎の名跡は、 代々のうち半数が何らかの形で非合の最後を遂げていることでも知られている。すなわち、初代は舞台上で共演の役者によって視察され、三代目は公演先の大阪で病を得て、江戸には戻ったものの二ヶ月後に死去、六代目は風をこじらせて、休止、八代目は公演先の大阪で謎の自殺を遂げ、十一代目は團十郎。 襲名後わずか3年半で、養子、12代目は、白血病を患い、9年間に及ぶ、闘病の末死去した。代々の墓は、青山霊園にある。12代目の長男、11代目、市川海老蔵が、13代目、市川段十郎白猿を襲名し、歌舞伎座の2020年5月、6月、7月公演で、襲名披露を行う予定であったが、 2020年4月の緊急事態宣言を受け公演を延期することが発表された。ありがとうございます。